さあ、今日はですね、まあ、ブサイク芸人の未来を考えるということで、ブサイク会議、開催しましたけど、はい、あっという間で、全然話せなかった、はい。ちょっと足んないね、自分で。足んないですよね。だから、ポッドキャストでちょっとね、はい、いろいろ話したいんですけど、まあ、リスナーのちょっとこのメールのね、はい、いろいろ来てたんで、はい、それで一個もちょっと紹介できなかったので。じゃあこちら行きましょう、はい、ラジオネーム成田デロリアン、はい、ブサイク芸人の皆さんこんばんは、こんばんは、早速質問ですもうブサイクって言われることに対しては抵抗はないんでしょ。いや今日に関してはそこをいちいちわーっと言わないです、はい、あその場その場のね、はい、そうですそうです、いやいや、アップあちょっとはありますよ、腑に落ちない部分もちょっとはあります、うん、なんかでも雑に扱われる時とかはちょっとイラッとするの、ブサイクとか言われるの、それはね、本気さが分かるんですよ、うんうんうん、本気で言ってんなと、うん、あれちょっと流れで言っちゃったのが分かるんで、うんうん、本気としないちゃんといきますよ、うんうん、なんか流してこんだけ言っとけんでしょみたいな、うん、人に関しては嫌ですね、もう完全シャッパーです、ある愛情のない、愛情のない、ただの悪口の時は反応しないです、うん、反応しない、それすげえ嫌な感じになるじゃないですか、ね、いやでも街中とかで本当普通にブサイクみたいな感じで言われるのは本当にイラッとしますよ、ね、そういう時あります、ありますね、あります、テレビとかだと面白くなるんじゃないかっていうので言ってくれるっていうのは絶対でかいと思う、言ってくれた人に才能があるかないかだよね、要は、なるほどね、なんか山根は今耳をね髪の毛にかけたらタイのおかまちゃんみたいになっちゃったブサイクですからしょうがないですよ、デロリアの質問の続きです、ブサイク芸人の皆さんこんばんは、こんばんは、これがなんか面白い早速質問です、はい、もしブサイクじゃなかったとしても、はい、というか男前に生まれたとしても、うん、芸人になっていましたか、あ難しい、じゃあ僕から言いましょうか、はい、なってますね、俺はそれは分かる、日村さんはだってブサイクが始まりじゃないもんね、僕はスタートが全然ブサイクって言われてないん で、うん、でバナナマンになってから22、3ぐらいの頃に、うん、そういう要はデブだ豚だっていうことを言われ出してきて、うん、その時は自分の中ではなんでこんなに言われるんだろうっていうのがずっとありましたから、で日村さんは、はい、周りから言われて、はい、自分がブサイクだって、しかもまだどこかではそんなに本気で思ってない、うん、仕事ブサイクの部分があるそれを結構注意されるっていうことが多い、ね、32、3ぐらいの頃にすごい言われて、へ、ブサイクなんだ本当に、っていうかうんこなんだっていうふうに完全に言われた、うんこが恋愛しますか、うん、うんこがうんこって言われて、うんこなんだって言われたんですか、言われましたよ、俺も言われたことない、うんこはだからうんこが告白して女の子が嫌がるなんて当たり前でしょ、当たり前でしょって言われた、それをちゃんと踏まえた上で生きていかないと、うん、そう、あ、そうなんです、でもうんこがすごい好きな女の子もいる可能性ある、いる可能性があるの、うん、そう、それまれにだからそれその人を見つけるのがいいですね、そういうことだね、うんうん、そういう時はね、日村さんは男前に生まれててもやってた芸人は、はい、やってます、まあ、今とは違う形だったのね、うん、それはやっぱ考えますね、どうだったんだろうなって、うん、俺がブサイクになってなかったらどうだったんだろうなとは思います、うん、なるほど、はい、山根はでも スタートは切ってたと思います、芸人になったそもそものきっかけは何なの、アンガールズ、僕は、うん、多分な、今ちょっと先言っちゃいますけど、うん、なってないと思うんですよ、うん、僕が最初にと思ったのは大学の時の学園祭でなんかファッションショーみたいなのがあったんですよ、うん、でファッションショーのモデルやる人がいないって言ってなんか小規模で俺が出ることになって、うんうん、みんなどんどん出て行ってファッションでこう歩くんですけど、うん、俺だけ何もしてないのに受けたんですよ、ただ歩いてきた、そう、俺だけこうただ歩いて帰ってきて受けてあ、でも分かるな、なんだこれと思って、その時に底知れぬなんか未来の扉そうです、なんか To be continue みたいなのが見えたわけです、そう、真面目にやってなんでこんなに受けたのか分かんなくて、そっからでもちょっと人前に出たら受ける人間なのかなとか思ったのを覚えてるんです、大学の。そう、で、もちろん建築学部だったんで、建築の方もやりたかったけど。今、建築って言ったけど、建築です、うん。で、その時にちょうどボキャブラブームとか来て、はいはいはい、どっちかっていうと。ボキャブラブームの時まだ現役の大学生。大学生、はいはい。それ見て、ちょっと。なるほど、じゃあ笑われたことからスタートした、そうです本当に、じゃあ違うんだ俺とは、志村さん、俺とは違うんだね、志村さん笑わせてスタートしたってことっていう思ってたから、ああでも俺も志村さんに近いです、うん、クラスとかでも喋ってて、うん、友達が笑うから俺が面白いのかなって思うじゃないですか、そう思ってた、で出たら何ていうんですか、ライブに最初出た時に
ヤルセナスの中村さんにめちゃくちゃいじられたんですよ。俺は別にビジュアルも変じゃないと思ってたから。ああ、なるほどね。で、そこで、あれ俺変なのかな、今までのみんなが優しくて言ってなかったのかなって思って、うん、で、ブサイクなんだっていうのに気づいたんです。うん。あ、じゃあもうプロになるまでは気づかなかったってこと？気づかなかったです、全然。じゃあ同じだ、日村さん。同じです。すごいよね。こんなさ、うん、今でこそブサイクだ、なんだでさ、うん、やってるのにさ、うん、ほんの数年前じゃん。うん、アンガールズなんか、うん。日村さんはもう20年くらいだから。それをさ、気づかないでスタート切って、でも転職だよね、言ったら。転職ですね。まあ山根は他の職業でもある程度いけたかもしれないけど、俺日村さんに常々言ってるし、俺思うんだけど、日村さんって普通の社会に出たら絶対何もできなかったと思う。あ、だけど、だらしなさだったり、うん、変なこと言ったりは芸人だから全てプラスじゃん。本当に笑い声が救ってくれてるって本当にそうなんでね。あ、そうです。これ普通の会社だったら、もう嫌われるのもいいところでさ、まあそれ多少受けたりすることあってもね、うんうん、もう心底嫌われないにしても、うん、そこまでの成功はしないと思うんだよね。でもね、俺の人生、子供の頃から、笑いは絶えなかったのよ。素敵な言葉だよ。あ、でも、なんとなくわかります。小中高、家庭で、笑いはあったの、ずっと。うん、ね、うん。そんなくすんだ感じではなかったわけ。うんうん、多分だから、日村さんとか山根とか俺とかって、うん、もう中学校、高校ぐらいで、いたポジションとさほど変わってないんだと思うよ。人間関係のいるポジションっていうか、自分が生きていく道の中の流れの中で。うん、ああ、でも、だって、なんとなく考え、あ、本当？なんとなく考えれば、みんなが笑ってくれたりとかいう人が周りにいた、うん、今と変わんなくない？俺は、そういうポジションだけのことを言っちゃうと、学生時代の方が、要は、いじられる。え、いじる方だったの？いじるではないけど、うん、いじられもしない、うん、でも、あいった、俺は勝手にモノマネとかちょっと、タイプだから。ああ。だから、あ、なるほどね。同じここまでこんなに自分をいじって笑いが生まれてるってことが、まあなかった、うん。そう、前の日の番組の、あの、あれやりますとか。ああ、そういうタイプ。お調子者だったと思う。そう、でもお調子者ほど、お調子者してないっていうか、うん、めんどくせえ感じ。めんどくさいね、だからね。だから、それは多分、近くにいじる人が一人いれば今と同じだったんだね。それがなかったからちょっとランクが上だった感じになってた。そう、周りにいじれる才能いなかった。うん、あ、俺を。なるほど、うん。田中は俺過去の話をいろいろ聞いてるから、田中はそれが変わった人だと思うよ。ああ、変わってますね。ね。ガチのいじめられっ子からステップアップして、はいはい、なおかつ人気者になっていったっていう。それは本当上がってますね。うん、高校の時とかも本当に机の、自分の机があるじゃないですか。うん、あの木が上についてて、知ってるよ、机は。知らないでしょ知ってます机の説明はいいよ。学校の机でしょ学校の机、うん。あれが、上の、ある日突然木の部分が外れたの。いつの間にか外されちゃってて。うん、それでも俺文句言えなかったですもん。高校の時。でもそれを救ってくれたのが笑いだった。笑いだったんですよ、うん、高校の時に。これいい話なのに、うん、J リーグがちょうど流行り始めたんですよ、うん、で僕もクラスの中でもうちょっともうそういう立場でしたから、うんうん、ゴールキーパーをやらせてたんですよ、ね、そういう時ってあんま上手くないやつとか、うん、お前キーパーやってるやつ、そうそう、そしたらその体育の時間中にシュートが来て、すごいコロコロなんかもう緩いシュートが来たんですよ、うん、地面を転がって、ただ転がってくるわね、うん、それを俺は J リーグ見てたからキーパーってこういうもんだろうと思って横飛びでこう思い地面にズズーってこう転がりながら取ったの、うん、その瞬間ドーンと受けたの、うん、みんながね、みんなが滑稽だからそれが、うん、でそっから田中って面白いやつじゃないかみたいなことになって、うん、クラスの中でももう全然立場がこう変わったの、面白いから、これはさ、これね、何気ない話だけど、すごくいい話だし、笑いが人生を変えるんだっていう、基本の話だよね。その経験はないと思うんだ、俺らは。そうなんですよ。だから、一番笑いが変わったし、そうそう。人生よね。そういう人でしょ。だからそういう今のポジションにいるのは、でも幸せなことなのかもしれない。いや、もう超幸せ。だって、そのまんまそこで横飛びをしないで、そのシュートすら入っちゃってたら、てめえ、この野郎ってなって。なってたかもしれないですね。何にもできねえな、お前。J リーグ、そしてカズとかも、本当そういう人にも感謝しなきゃいけないと思う。本当に全体に。J リーグか。J リーグに。俺、今、
今ないもん。でももともとの発想を持ってんだってそのね、うん、だからなんかのきっかけの起爆剤がそれだったってだけで、もともと面白い要素はいっぱいあったし、今 J リーグに感謝しなきゃって言っても超バカだし面白いわけじゃん。だから一番長いことやってるのかもしれないですね。そうだね、ブサイクっていうことは。あ、そうだね、うん、あ、そうかもしれない、うん、あと威力を一番知ってるのは、ね、笑いの凄さっていうの、うん、ね、これいい話、いい話です。え、結果なんだっけ、みんなじゃあブサイクに生まれてなかったとしたら日村さんはやってる、やってた。僕もやってると思います。僕はやってないと思うんですよね、多分。普通に建築の、あ、普通の生活をしてるってことか。だってアンガールズってもともとは2人ともあった方がいいんだよね。なんだっけ、広島細長大学から。どこにある。僕は広島大学あ、はい、僕は普通の広島修道大学っていう私立の学校です。2人ともそれ相当頭いいの。俺全然知らない。僕のはもう全然普通の中堅校です。広島大学一応国立なんで、まあそこそこ。広島の東大みたいなことです。え、一級建築士とか持ってんの？あ、それは卒業後実務経験積んで、うん、試験受けられる。でもやろうと思ったら取れる。それと取ろうと思えば取れます。卒業してるんで。だって、就職の内定もすんごいいいところ取ってるんですよ。それじゃ入ってきたんだ。え、何？ヒョロナガ建設とか。ヒョロナガ建設ないです。一応、旭化成ホームズっていう。おぉ、旭化成ホームズ。石でおなじみの。石で、本当に。まあ、グループはそのところで。住宅界では、ちょっとなんかすごい。ベンツって言われてる。住宅界のベンツって言われてて。おぉ。それ、強固な、家の代表。おぉ。もう耐震性とかで優れた。おぉ、超新星。それ超新星じゃないです。耐震性。超新星はそれ上に重ねないようにしました。なんだよ、つかもう。なんだ、つかもう。100% だったらやめてくださいよ。俺の就職先を。田中とかってちゃんと的確に突っ込むのは俺偉いな。ありがとうございます。うん、あの二人ってさ、何なの？お笑いを何を目指したい？何をお手本にしたの？僕は、東野浩二さん。あ、言ってたね。大好き。二人とも好きなんだけど。たまたま僕も東野さん好きで、うん、昔、ボーボーグラフっていう番組。あった、あった。あ、知ってますよ。今田さんと板尾さんと。そうそう。それが広島でやってて、うん、15分、1日15分で帯でやってた番組。うん、それを山根といつも、この間のあれ面白かったねっていう話をずっとしてたんです。でもさ、でもさ、だったら吉本になんで行こうと思わなかったの？もう時間なかったんですよ。お金もないし。大学まで出てるし、うん、大阪でまた一回売れて、うん、東京で売れないといけないみたいなのをなんかテレビで見たんですよ。そっか、広島だから、はあ、その辺の考えがあるんだね。頭いいね、うん、だからやっぱね。で、うん、鍋プロに入ったのはなんで？ネタ見せをやってくれてるとこで、タダで見てくれるとこが、何箇所か、浅井と、人力と渡辺。でも今、なんかお金かかるとかもあると思うんですけど、今。その当時、タダで見てくれてるその3箇所を、ネタ見せに行ってたんですよ。おそしたらたまたま渡辺が。声かけてくれた。でも最初渡辺のネタ見せに行ったら、事務所って、カラーがあるんで、事務所カラーね。はい。アンガールズみたいなのは、オフィス北野さんに行った方がいいですって言われたんですよ。オフィスの北野さんっぽいのかなと思って。それどうなのか分かんないですけど、俺分かんないから、うん、あ、そういうもんなんだと思った次の日、もう一回、じゃあ行ってダメだったらオフィス北野のネタ見せ行こうと思ったら、その次の月に渡辺の方針が変わりましたって。うん、ちょっといろんなタイプを取りますって言われて、すげえそっから、その当時、G メンさんとアンガールズがその月に渡辺の事務所に入ったの。オーディションのネタ見せとか。でも意外とそこからはさ、まあ、トントン拍子でしょ。うん、早いよね。まあ、早いのですよ。3年目ぐらいに、その、テレビとか中継で出れるようになりまして。だってさ、一緒に番組なんか出てるとさ、うん、同じぐらいの感覚になるけど、うん、そこにお笑いのゲストが来ると、大抵さ、アンガールズの後輩ってことが多いよね。いや、もう全然後輩ですよ、俺は。ね、はあ。サンドウィッチマンとかよりも後輩だもんね。後輩です、後輩ですね。全然、だからテレビにも結構早めから出てるから、なんか、そう、イメージが、ね、な感じなんだよね。いやー、でも年が結構おっさんだから。24の時に渡辺入ってます、まあそうか。今いくつ？今33です。二人、あ、そっか。33歳、はい。俺が今年 ?6。6。俺なら。自分の誕生日です。俺もう最近いくつだったかちょっとわからないって。でも2個しか変わらないのね。学校は3個違うけど。昭和48年。僕昭和51年の2月です。4月俺。あ、じゃあ、俺50年の人と一緒なんで、2年違い。え、山根の方が1個下なの？なんか、1個下です。はい、あ、俺全然知らなかった、同じ人。大学は同学年。あ、じゃあ、うちと同じ
関係性なんだ。そうだね。ああ日村さんの方が1個上。ああ、そうです。あ、そうなんだ。俺、田中もっと下だと思ってた。じゃあ、同じ中学校、高校だったら、俺が3年の時1年なんだ。そうですよ。へえ。はい。1年生に。すんげえいじめのがいるみたいな。まあ絶対嫌だよ。絶対同じ学校嫌だよ。なんだよ、ちょっと想像もやめて、もう絶対嫌だ。俺の話は、だって年下にすげえのがいるの、俺。超やるね。あ、日村さんが高校3年生で、俺が高校2年生で、あ、でも、中3になっちゃうわ。ダメだ。日村さんごめん。俺が入れないんですよ。そうですね。え、バナナマンのイメージはどんな感じなの？こんなの聞いたことないよね。あでも、本当にもう東京出てきた時から、もうコントはもうコントの職人、うん、見てたなんかでネタでネタ番組にで見てましたね、うん、広島にいた時も見てたかな。たまーには出てたと思う。オンエアバトルとかでしょ。オンエアバトルとか、うん、それまあかなり貴重なあれだと思うけど、貴重つか俺はもう全然テレビなんか出てないよ、ね、多分その頃。まあネタ番組確かちょこちょこはなんか出てたから、うん、それで見てたかもしれない。でもバナナマンさんっていうすごいのがいるっていう情報がもう渡辺入った瞬間こう入ってきましたね。すごいのがいる。すごいのが、でも入った瞬間入った瞬間あの出て入ってくるのそういう情報って。いやなんかなんだろうな、お笑いのあのライブとかでも今すごい。ライブですごい。ライブですごい。ライブのすごいのが入ってくる。うん、あの傷がいっぱい入ってるっていうのが入ってきました。説明しづらいんですけど、なんかでも本当に全部 DVD とか出てたら、あのミルクとか激ミルク借りて、あのなんかもう背表紙が薄る色が落ちてるようなやつをビデオだそれ。ビデオでツタヤで借りてみたりしました。そう、会った時の印象はどうなの？いやーもう神みたいな感じでした。いや、違う、そうなんだよ。いや、でもテレビに出てるスターっていう感じでした。全然出てねえ。俺は、本当バナナマンの日本のような国っていうね、みんなちょっと。やらしまったんだよね。あれに、出れるって決まった時、ええー、って本当に感動しちゃったんですよ。うん、あの時、俺らも、なんでか知らないけど、うん、テレ朝がね、俺らに夜中だけど、4時ぐらいだよね、なんか時間が空いた時にやるみたいなやつ。何回かやらせてもらってたんだけど、そう、1時間だったり、1時間半好きなことやってたんで、ネタやって、で、ショートコントとかやって、で、あと、じゃあ他の芸人さんも出そうみたいな、何回目かに。それで、好きな人出していったの。それで、あの時のメンバーが、多分、アンガールズと、エレキさん。エレキか。あと、あれ。キンコメ。あと誰かいたっけ？誰かいたかな。あともう一組二組いたかもしれないけど、基本全員気持ち悪いやつ出したの。そうなんですよね。全員気持ち悪かったもん。で、アンガールズその時に俺多分、ちゃんと会ったのは初めてだった。そうです。フットサルとかも会ってたけど、そう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 。すごかったですよ。だからビデオに撮って温存してますもん。今でもそんな。温存しちゃった。温存しちゃった。まあ、いい大学で。温存の方がいいでしょ。温存より。温存の方が嫌でしょ。今、最後温存つってっから。言えないんですよ。え、それで今はどうなの？今も、だから本当に、すごすぎて。うん。すごすぎてって何でも、今はちょっと喋れるようになって嬉しいです。本当にちゃんと。だから、昔は、なんか、低空飛行だってずっと言ってたじゃないですか。うん、そうそうそう。低空飛行芸人ね。ああでも、今も、今、バーンと上に上がってると思うんですけど、なんかちょっと低空飛行の感じをずっと自分らから出して、ずるいなとは思いますずるくないよ。出してないよ、低空。ずるいですよ。バーンって行きたいだろ。すんげえ行ってんのに、売れてないですよの雰囲気出すのうまいなっていう。すげえ言うな。あ、そう。あすごい。こんなの聞いたことねえな。あ面白いな。あじゃあ、ちょっとまだ一枚しか言ってない。あ、じゃあ、こちらもう一枚紹介します。ラジオネーム、ミュウミュウ。うん。光り輝いてる設楽さん、こんにちは。あ、こんにちは。光り輝いてます。ミスターブレイン、見てますか。他のくすんでいる奴ら、さようなら。なんでで帰らなきゃいけない。いや、一回帰ろう、一回帰ろう。いやだよ、ちょっと、もう、喋る。本日、はい。18歳になりました。おめでとうございます。いい人たちだね。くすんでる奴ら、さようなら言われてるんだよね。でも、田中は言わなかったけど。ちょっとずるいよ。田中ってこういうとこ。ちょうどお茶飲んでたから。お茶飲むのがおかしいだろ。ブジブジ言っちゃうと思って。ブジブジ言っちゃう。ブジブジ言っちゃうと思って言わなかった。女子高生の私から見ると、やっぱりただ気持ち悪いだけではダメだと思うんです。ああ、これはちょっとためになりそうだ。若い女の子は、キモ可愛いというのが一番人気が出ると思うんです。アンガールズのお二人は以前、キモ可愛いというふうに言われてたと思うのですが、正直ただのブザイクです。
はい、ちょっとエグそこで18歳でしょそこで、まあ、でも18歳ぐらいが一番こう敏感に感じる、ね、そこで可愛いというイメージをプラスすべくウサギやクマの着ぐるみを着てみてはいかがでしょうか。あ、でも絶対可愛くなると思います。でも俺らそれ多いです。あ、そう、仕事で着ぐるみ着さされるとか、スピッツさんの PV でも、うさぎの格好だったりとか、CM 出ても、鶴の着ぐるみ着てたりとか、鶴のね、トッポ。カッパの格好してたりとか、なんか、可愛く見えるんだ。可愛く見える。ミュウミュウはあながち間違ったことを言ってないじゃない。すごいな。確かに、アンガールズのさ、そのさ、まあ、キモカワイイはさ、なんかこの子ももう、過去の感じでもいいけどさ。いや、もうそうでしょ。死後でしょ、ほぼ。要は、あの、ちょっとおしゃれなイメージというか、うん、それもあんだよね。うん、ブサーおしゃれみたいな。だから PV 出たり、うん、すごいアーティストの人とコラボでなんかやったりとか。あ、なんかやらせてもらうこと多いですね。ちょびっとだけ、アーティスティックな感じがあるっていうのはでかいかもね。うん。でもそれ最初に、深川さんにも、綺麗にした方がいいよって服もらったりとか、バカ殿の間にジモンさんにもアンガールズは綺麗な格好しておいた方がいいよとかすごい言われる。今スタイリストさんつけてる？つけてないです。ずっとつけてないんだよね、はい、ずっとつけてない。で T シャツとかで出てるよね。で最近田中は小木さんにもらった服でよく、はい、小木さんがくれるんで、うん、最低限なんか見れる感じにはして出ないといけないと思う、うん、本当に臭くないとか、うん、最低限感じ。そうだね、田中ギリだもんな、うん、本当に俺がもう臭かったら一撃で終わると思う。一撃で終わる。一撃で終わる。死んだもんじゃない。一撃したぞ。あいつダメだってなると思うけど。髪の毛になんか茶色い塊とかついてテレビ出ちゃったらもう一撃。もう一撃ですね。だから最低限のとこ、だからそこは一番俺らが気を使わなきゃいけないとこだと思う。うんうん、ああ、これ日村さんは、あんまりだよね、うん。僕はだから、まあ服はでもさすがに最近良くなってきた、うん。僕はもうスタイリストつけてますから、私服もスタイリストさんなんで、ほんとここ2年、3年の世界、俺は。スタイリストさんが持ってきたやつを買ってきるから、要はと全部上から下まで。ああ、プロデューサーして。だって、あの雑誌とかでも、あの、モデルの人でもそんなにイケメンじゃねえな、みたいな人も結構いるじゃん。雰囲気で行く人ね。雰囲気で。全然感じたことない、そんなの。全然みんな男前だと思っちゃう。いやいや、ちゃんと見たらそうでもない人とかいっぱいいるんですよ。で、街中でも、うん、こいつ、そんなにモテるかみたいな人も、格好さえちゃんとやってれば、モテてたりとか、うん、自信になってたりとかするんですよ。あ、そう。うん、だから、まあ、そういう雑誌見ないからだね、じゃあ俺がね。ほんまにね。そうですね。うん。日村さんはモデルさんつってもあんまピンとこないもんね。来ない。俺、そうだね。安倍ちゃんとか、そういう。もう、すげえ古いもん、ね。そう。わかるよ。風間徹さんとか。風間徹さんとか。俺らが小学校の時もね。でも、ちゃんとしないとダメですよね、俺らは。いや、ただ、うん、ちゃんとしなきゃもちろん一番、それはもうテレビとか出たり、人前出る人はもちろん、ある程度は気づかないとあれだけど、なんかこう持ってる、うん、アーティスティックな雰囲気があるんだよ、多分。あ、うん、ただの見た目だけじゃない。なんだから、うん、そうやって PV 出たりとか、うん、そうだね、とかもあると思うんだけど。品があるもん、アンガールズって。なんか、奥に控えた、なんか頭の良さというか、そうそう、品がある、品がないになるんだよね。品ってすごい大事じゃん。大事ですね。まあ大事ですね。まあ品ねえなっていうのと、どことなく品があるよねっていう。それがあるんだろう。うん、品がなかったら本当、誰にも何にも言ってもらえなくなっちゃいそうなんですよ ね、 ね。言っちゃいけない人なんだってなっちゃうから。そうだね。だから、アンジャッシュの孤児、まあいっぱい出しちゃうのは悪いけど、あの人は品がないの。わかるか。渡部は品があるの。品がある。でもコンビだったら成立じゃん。ああ、そう。だけど、やっぱその、孤児の単体での品のなさったらないじゃん。ないね。そうですね。まあ品とちょっと隣り合わせというか違うんだけど、花っていうのもあるしね、芸能界の。うんうんうん、いわゆる。うん。品、花か。で、アンガールズはやっぱ花はあるね。花すごいあるね。じゃないとこんなことなんないよね。うん。うん。そうそう。うん。なんじゃし孤児は花がない。ダサいんだよね。カジュアルな。カジュアル。ね。うん。熊はまあどうなんだろうな。ちゃんとした方がいい。
ちゃんとしよう。うん、じゃあそこはじゃあ頑張ってやりましょうよ。はい。着ぐるみ。それ一個のキーワードですよね。うん、でも日村さんもビジュアル的には、うん、あの、ブサイクって言ってもいろんなブサイクいるけど、日村さんって割とキャラクター的なブサイクだからさ。ああ、うん。そういうニュアンスはちょっとあるかもね。うん、着ぐるみじゃないにしても、うん、なんか、アメリカの漫画のブサイクみたいなさ。ああ。ブサイクだなーって明るく言える。うん。うん、あ、言っていい。貧困屋のさ、コンノとかはさ、日本の妖怪的なジメッとしたブサイク。うん、そうか。うん、そうだね、うん。ドランクの鈴木とか。うん、ジメッとしたさ。ジメッとしたかな。陰、うん、と陽に分けたらさ、うん、ブサイクの中でもこう分類されるじゃん。うん、じゃあまず陽の方に入れるんだ。陽に入れてる。陽にいないとまずいと思う。なるほど。ただ、ブサイクはすぐ陰に入るっていう。陰に入るね、うん。それも気をつけない。言われすぎちゃったらやっぱり、うん、なっちゃうもん、ね。じゃあ続いて、はい、これ最後にしようかな、はい、こっちのメールはね。はい。ラジオネームキムタクのクローン、うん、設楽さん山根さん、いきなりビンタされるとびっくりする人こんばんは。どっちかな、うん、こんばんは、こんばんは、こんばんは。田中さんに質問です。俺、俺に、うん、田中はもう嘘偽りなく今日はいろいろ喋ってくれてるから、うん、はいはい、答えてね、これね、はいはい、ちゃんとね、はいはい、答えてるね、はいはい、今はい、口座にいくら入ってますか。うわー、なんだよこれ。いや、これはさ、嫌だ嫌だ、なんで俺の貯金が関係ねえじゃん、クトエマと。いやでもね、ブサイクはいくらそのブサイクを使って稼いでるだから、どう、なんで言わなきゃいけないんですか。どういうこと、これ急に。1億あるんだよね。1億はない。はない、ジョーカーない、マジでないよ。これは本当に正直に言います。もういいでしょ。そこは言ったんだからさ、1億貯めるのって絶対もう俺無理かも。どういうこと、そんなとこからやってかないと田中の貯金額ってあれなの。え、いやそんなに俺はでも何1億使っちゃってる方なんで。使っちゃってる方で何1億って何なの。え、1億近い数字が出てくるってこと。1億近い数字 ないですよ。何なんすか。9000万ない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 、絶対ない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 。1億だから、なんです、目を探りながら徐々に下げていくのやめてくださいよ。だから1億って8000万は否定しないから。ないもん。だって1億って最初言われた時にさ、はい、もうギャグの数字じゃん、1億なんて、うん、もう笑っちゃうとしていいじゃん。1億はない、はない、ない。でもかなり近いから8000万とかそれぐらいと。違うよ、それうっかり言っちゃっただけだもん。で、俺は使いますって言うから、もともと1億あったんじゃないの。そんで、それ今使っちゃって。いやいや、それ1億は1回もない。ギリは、行きそうなのはあんだ。行きそうなのはない。行きそうなのはない。お前、すごいな。そんなの、まあ、それ取り締めじゃない。だって、アンガールズだもん。それはすごいですよ、そんなの。うん、俺は、お母さんとかに、車買ってあげたりするから、すぐ減っちゃうんですよ、ピロロロって。トロロロって減っちゃうから。それ全然つかないです。それはわかるけど。まあね。だからこそいっぱいある。だって、でも本来、彼女とかがバーっといれば減っていくじゃないですか。そんなにいないから、自動的に溜まっちゃうみたいなのある。いない方がなんかそういうお店行っちゃって減るんじゃないの。ああ、うん。そういうのも行かないでしょ。ああ、まあ。服も、小木さんにもらってるし。服は小木さんがくれるんですもん。飯食うぐらいでしょ、お金使う。飯もだって先輩とばっかり行くでしょ。ああ。じゃあ全部おごってもらって。家賃ぐらいしか使ってないでしょ、必要経費ぐらい。そんな高いとこ住んでないでしょ、だって、うん。ストレートパーマ前髪に当てるぐらいしか、うん、使ってない。前髪使う金なんてタバコも吸わねえし。そうですよ。酒もそんなに飲まないし。ね。それはでも、しょうがないことじゃない。いや、しょうがないけど。タバコ吸えっていうのもおかしいでしょ。まあ、タバコ吸ったからって別にお金がなくなっちゃうってのはないけどさ。ほら、ほら。うん。そうよ。まあ、結構は持ってんだよね。まあ、1億はないっていうのが、じゃあもう。1億はないっていう。俺よりかは全然あると思いますよ。うん。俺やっぱね、結構やっぱ最近使ってんなと思って。山で飲み行って後輩とか連れてね。うん、そうなんですからね、うん。後輩が高いところとか行くから最近。うんうん、うん。あれ結構使うもんね、後輩に対して。結構なくなりますよね。実は結構使ってんだよね。うん。だって山根だっても8000万ぐらい飲食で使っちゃってんだから、ね。どんだけ使う、そんなに稼いでないですか。ないですよ。この問題答えにくいわ、なんか相方として。そうだよな。同じだけあるってもいいんだもんな。だったらバナナマンさん今いくらあるんですか。俺らは月だいたい今18ぐらいもらう。バーカ言ってる。絶対嘘だ。18万でさ、じゃあそんなバナナさんがさ、日朝から晩まで設楽さん働いて
18万ってそれもう、ぼったくられてますよ。1ヶ月さ、びっちりスケジュール回ってるんでしょ。いやいや、だから。それバイトした方がいいじゃないですか。だから俺この前ブチ切れたわけ。ほう。どういうふうに？ギャラが少ないっつって。おう。そんなもんじゃ済まないでしょ。ぶん殴らなきゃいけない。18万。ぶん殴るぞ。1日中、1ヶ月みっちり回ってて。いや、普通のサラリーマンは週末2日休んで、うん、もっともらってますからね。うん、知らないんだから、うん、設楽さん。そう、俺なんかほら工業高校卒業だから分かんないからさ、そういうのが。それで納得しちゃってんだ、18万で。おおっつって、なかなか入ったな、みたいなこと言ってた。バカじゃないですか。今月ギリだわ、つって。うわぁ、嘘言ってる。さあ、はい、今日はですね、はい、あのまだそうですよ、ブサイク会議の日村さんが議題を考えてきて、まだ全然やってなかった、はいはいね、はい、でちょっとまあもうリスナーからのねアンケートも、アンケートじゃねえやメールもそうなんですけど、はい、ちょっと議題を日村さん発表して、それについてブサイクの未来を考えるって、はい、まだ話したいわけですよ、ね、聞きたいのがまだあるっていう、はい、いや、いっぱいあるんですよ、いっぱい書いてきた ね、いっぱいあるんですけど、うん、ちょっとざっとどんなこと話してるの、うん、議題だけ、ね、まあ、共感を得れないっていうのは、うん、普通の会話を、まあ、アンガールズの場合はお互い不細工だからちょっと俺とははまんないのかもしれないけど、例えば俺が設楽さんと喋ってる時に、うん、共感を得れないっていうのは、まあ、これは俺の考え方が不細工だからなのかもしれないけど、結構同じ意見で言ってるんだけど、うんうん、お前が言うなよみたいな感じになったりする場合もあるし、全く鼻から言ってる意味がわからないって言われることもあるし、ね、お前が言うなよって言われちゃったらおしまいなんだよね。それはね、それ世間の、うん、俺は今は別に不細工だけども、うん、ちょっとこの意見だけ真ん中の人間として言わせてっていう時あるじゃないですか。あるの、あるのよ、田中ごめんね、今これ議題をさーっと紹介するの、うんうんうん、あ、ごめん、後で言います。何なんですか、ごめんって。あとどんなのある。でこれは普通の態度をしていていいのかっていう、あ、普通の態度、まあ、だからこれはまあ俺がまあ設楽さんから言われたことなんだけども、ブサイク芸人っていうのは普段からブサイクじゃなきゃいけないと。つまり普段の生活の中もブサイクっていうものをしていかなきゃいけない、それが仕事と生活で分けててはいけないっていう、だから普通の態度をでもしちゃうじゃん。じゃあ俺が言ったのはこれちょっと伝わったのがちょっと変な風になったらあれだから補足すると、うん、ブサイク芸人っていうのは振り幅がでかすぎる。そう、テレビで出てる時のわーっていじられてるブサイクをみんな見てるから、うん、私生活で普通に歩いてるだけでもカッコつけやがってになるのよ。ああ、それそれそれ。うん、だからそう、だから補足ね。だから街で声かけられた時もあって手あげるだけじゃダメなのよ。普通の芸能人はおって手あげるだけでおーってなるけど、ブサイク芸人は両手あげてジャンプしなきゃいけない。だからこの振り幅は絶対普通の人よりも多い。大きいっていう、あ、イメージがついてるから、だからカッコつけようもんなら何あいつカッコつけてんの普段ってなっちゃう、すぐ。よく言われることあるじゃん、俺らって、まあ、何カッコつけてんの。心配しなくても、うん、手挙げただけでも若干変ですけどね、俺らって。あ、まあね、振り返った、いやいや、今日村さんもです。振り返っただけだから、うん、それでも手挙げなかったりしたら余計に思われるわけです、うん、うわ、その愛想をよくしないといけないと思います。そうそう、それそれ、はい、でも芸能人って基本的にそれはね、うん、みんな、うん、不細工に限らずある、ね、うん、気をつけてるってことだと思う。他は、うん、まあ、これはラジオの方でも言って、まあ、女性の問題だよね。恋人はいていいのかとか、まあ、むしろ結婚していいのか、結果、うん、うん、で、まあ、さっき言った普通の感覚あるのにお前が言うなで片付けられてしまう問題っていうのも当然なんだけど、俺が言いたいのね、この趣旨がブレる問題っていうのが、これが話し合いたい議題の一番、実は一番今ポッドキャストで話したいんです。ブサイク会議、これはどういうことですか、今さん。あのね、俺がいることによって今趣旨がブレてんじゃないかっていうふうに感じてしまうことがすごくあるわけ。それはもう言われることもあるし、そうじゃなくても趣旨がブレてんじゃないかって思うことない？え、いや、ないですけど、多分それすごい日村さんが心配してるのは、俺ポッドキャストとかも聞いてるけど、うん、単純にブレてんだと思いますよ、日村さんが。そうじゃないんだ。あまりね、いつも聞いてて、やっぱりそうだね。日村さん何言ってんのかなっていう。あの、ね、だろ？それはブサイクとかと関係ない。違う、そこじゃない。それは今ちょっとあの伝わり方がちょっと間違えてた、はあ。それは俺がただ単にブレてるの。そうですよね。そう。はい、俺が、ブサイクとか関係なしに、俺が、
俺がもうすっとんきょなこと言うんだよ、脳が回ってなくてブレてるの。それはいいの。そうじゃなくて、はい、俺はねやっぱ15、6年一緒にやってるでしょ、はい、そうすると例えばネタとかを考える設楽治がいるじゃん、はい、でもやりたいネタがあるのに、はい、これ一個ブサイクっていう俺がいることによって、うんうん、やりたいこと100やれてないんじゃないかとか、あ例えば番組の企画とか、例えば今なんかありがたいことにね、こうやってバナナムーンとか、うん、まあテレビなんかでもたまに俺らメインでやったりする時とか、そういう時とかに俺がいることによって、はい、要は本当そう、ブサイクが一個乗っちゃうみたいな、一個乗るから、うん、やりたいことはドストレートにいけてない、わかる。ドストレートに聞いてないですけど、いやもういいんですよ。ごめん、キノコの山の箱開けたら意外とでかかった音がごめん。ドストレートにやれてないんじゃないかっていうのはずっとあるわけよ。その趣旨がブレてる。でもそれをなんか言うのもあれかなと思ってあんま言わないんだけど、コンビでどっちかに彼女がいるっていうネタを書くときあるんですよ。うんうん、それってでも、うん、いるはずないじゃんと思われたら終わりだなと思うことがあります、うんうんうん、趣旨がずれるっていうのはそういうことですよね。そういうこと、そういうこと、そういうこと、うん、なんかそれに近いものがあるの、うんうんうん、ちょっと俺も今例えうまく言えないんだけど、うんうん、いや分かった分かった、そういうのも感じることだね、かもうことネタに関してはお話が出来上がりましたと、うん、面白いですと、うん、で2人でやりましょうって言った時に、うん、キャスティングがミスってるってことだよね。キャスティングが2人だと2人しかいないから、うん、要はモテる男2人っていう設定がまずできない。あ、片っぽモテる役っつったらアンガールズだと、うん、まあ山根にするのかわかんないけど、でもちょっとやりたいものによってはそれでもイメージが変わってきちゃう。そうそうそう、番組なんかでも本当は自分をブサイクいじるところじゃないのに、うん、ただのレポートやりたいのに、うん、飯食ってるだけで気持ち悪くて、うん、そう言われちゃう、言われちゃう、話になっちゃうっていうことですか。そう、そういう趣旨のブレてる、ね、すごい多いわけ。でもそれは持って生まれたもんだから、うん、もうそれ逆に言うと色だよね。うん、それはだから突出してる部分を伸ばすしかないよね。だってかっこいい役をやりたいって言ってさ、うん、役者になったのもさ、格役なんか来ない人だっていっぱいいるのと一緒で、うんうんうん、だってすごいホームランバッターみたいな人を8番バッターとかに置かないじゃないですか。もうチームに入ったらもう4番やらせるじゃないですか、うん、だからもうそれは自分のポジションでもうずっとやっていくしかないんじゃないですかね。それが変わってくるかもしれないですけど、うん、今後、うん、多分でもこれ日村さんは、うん、趣旨がブレてるってその議題を一番喋りたいっていうのは、うん、今の自分だったらこうだけど、うん、今後の時に、うん、その自分に合ったポジション8番にもう置かれないんじゃないかって不安があるんじゃない、うん、あ、ずっと4番やらされんじゃないかみたいな、で打てなくなってみたいなことですか。いやだから、うん、バーナーマンってコンビだからね、うん、はい、さっきもラジオの方にあった相方にすがればいいじゃんかっていう考え方もあるじゃん、はい、今後の中で、はいはい、多分俺はそうなっていくはずなのね。でも宣言、ふわっと宣言したけど、いやてか別にそうなってくる、今までがそうだから、うん、今までもそうだから、俺もそうですよ、別にそれでいいんだけど、うん、ね、はい、それが、うん、いやお前も一人でやっていかなきゃいけないよって言われても、うん、まあまあそれは、いやそれはそれじゃんか、だから突然そう言われても、うん、今までそうだったの話が違うじゃないかと、まあそういう考え方もあるし、一個、うん、一緒に車に乗ってここに行こうっつったのに途中で降りて、うん、お前歩ってないよって言われるみたいなもんでしょ、みたいな感じになっちゃう。そうそうそう、うん、それもあるし、うん、別に一人でやんなきゃいけない時もそれ当然出てくるから、うん、それはそれでいいんだけども、うん、今後やってる時に例えばいろいろ場面が出てくるわけじゃない、バナナマンとして動く時とか、うん、そういう時に、うん、あれこの要は邪魔だなって思われちゃうんじゃないかと、本気で。あ、それブサイクが邪魔しすぎて、突如、ね、今まだありな感じだなのかもしれないけど、うん、これ邪魔になるんじゃないかと。確かにな、これアンガールズはあんまないかもしれないけど、俺が多分タイミング的に特に結構ピンの仕事が多いのよ。はい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 、やられてますよね、うんうん、アンガールズあんまピンないです、あるけど本当にたまにですね、ほとんどないでしょ、はい、うん、CM とかそういうのあるんですよ、ね、そうそうそう、だからそれを場面に結構か出くわすことがあるんじゃない。ああ、ドラマやってる時に特に今なんかは本当そう、ドラマをやってるとね、ぽっかり開きますもんね、ぽっかり開くこともあるし一人でやることもあるし、はいはいはい、そういう時とかうんちが漏れちゃう時もあるしね、うんちが漏れちゃう時もあるしいろんな時があるわけ、一人で開くと
それはあるでしょ。で、それはそれでいいんだけど、はい、ね、はい、こう二人になった時って、要はね、なんか今後二人でやる時に、うん、俺邪魔してんじゃないかっていうふうに、うん、実は結構感じてる。日村さんってね、すごいガサツでね、うん、バカな部分もすごいあるんだけど、ほんと繊細で気遣いの部分がすごいあります。そのね、両幅があるんだけど、真ん中がごっそり抜けてる人。だから、すごく気遣うときは、ほんと気遣う部分ってあるんだけど、うんうんうん、その辺の、だから葛藤なんじゃないかな。俺いない方がいいんじゃないかなっていうときは、だからいない、うんっていいんじゃない。山根のでもこれねズバズバ切ってるけど、山根の意見はそれは極論で確か正しいで間違ってはいないんだよね。だって俺コンビでやってて、まあ田中だけが映画とかドラマとか出るときあるけど、まあそれは俺必要なかったんだっていうことじゃないですか。いやそれはね、で設楽さんがバナナマンでやりたいっていうときには、うん、絶対必要なパーツじゃないですか。いやだから、うん、それはね、うん、バナナマンとしてやんなきゃいけないっていうことで一回俺を入れ込んで考えてくるはずなのよ。おお、うん、でも本当さっきみたいにさ、こういうお話ができました、うん、ね、うん、とかこういうやりたいことができます、これはもう鹿としてね俺のことを一回考え、うん、なしにして考えて、うんうん、さあじゃあこれをやるにあたって日村をこっから入れなきゃいけないって時に、うんうん、全然ハマんねえなと、この状態、うん、この日村を入れるためにはこれなしにしようとか、これも変えてかなきゃいけないとか、ってことは今後出てくるわけじゃん。はいはい。でも他のところで日村さんが欲しいっていう人も出てくるわけですよ。うん。この間やってたじゃないですか。潜在意識っていうライブ。で、田中がネタを書きました、うん。そこには多分俺じゃないと思うんですよ。うん。でもそういうネタも多分やりたくなっちゃうと思うんですよね。うんうん。そしたら俺じゃないところでやると思うんですよ。なるほどね。で、コンビでやりたいってなったらコンビで、やるし、うんうん、その、ま、なんていうんですか、ネタ考えてない方は、うん、ちょっとやっぱオファー待ちみたいなところがあるから、うん、そうだね。コンビでは、コンビではあるけど、うんうん、この人らがネタ考えてくれるからっていうので、まあ、それで必要なくなったら若干もうしょうがないかなっていうのはありますけど、ね。あ、しょうがないかな、だ。はい、あ。で、他のところでオファーがあったりとかするのを待ってたりとか、うん、オファーがあるようになんかしないといけないのかなっていうことで、うん、済ませるしかないんじゃないですか。それを、なんか頑張って変えらんないと思うんだよな。これはだから、多分、今、日村さんすげえ変な顔してたけど、こうやって。みたいな顔で俺の歯の上がちょっと気になってる。ベロを歯の上に入れて、目のとこになんかできて、俺の方をずっと見てる。それは物もらいができてる。うん、多分、だからそれは、あれなんじゃない、その、両方でさっき言ったコンビの良さっていう部分もあれば、うん、コンビでのやっていく上での障害だったりも出てくるのの方だよね。うんうん、そういう心配に思うってやる、うんうんうん。まあ、可愛いとこだと思うんですけど、多分すごい好きだと思うんですよ。俺のことでしょ、うん、分かる、日村さんって俺のこと多分好きだけど、うん、だけど好きっていうのは、うん、分かってんだけど、うん、具体的には何も出てこないでもすごい、うん、なんていうんですか、すがりたいというか一緒にやりたいっていうのはあるんです。いやそれはだってもうぶっちゃけそうじゃん、うんね、コンビでやってますからね、俺らだってそうだし、そう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 、お互いは認め合ってんでしょ、うん、俺らはすがり合いっていう感じになってると思うんですよ、結局、うん、すがどっち、このバランスは崩れない方がいいと思います。コンビって確かにバランスよくすがり合う感じもあるよね。これどっちかがすがりがちょっと10回続いた時に、うんうん、すがりが10回続いた時に、すがられ側としてはイラっとくると思うんですよ。これ人間だからしょうがないと思います。うん、で、10回、そして100回ってなった時に、うん、途中バシッと切られた可能性は、うん、ゼロじゃないと思いますよ。だから日村さんもすがら設楽さんにすがられる感じを出すしかない。なないや、それはでも俺も要は日村さんにすがってる部分っていうのはもちろんあるから、そう、そこのバランス、持ちつ持たれつのバランスだよな。そうそう、そこのバランスです。人間ですから、うん、人間さ、そうやね、あなたたちは妖怪です。俺たち人間だもんな。何ですか、突如ですけど、今回ね、廃墟で妖怪が喋ってるのを盗み撮りした音声をお届けしたんですけど、何言ってんだよ、結構真面目な妖怪たちが、いや、それちゃんと人間が喋ってるんだよ。廃墟にマイク置いといたら妖怪たちが喋ってる。何言ってんだよ。